X のコミュニティノート。今回も多くのデマや誤情報をルフする人たちを撃沈させているみたい。では早速だけれど、コミュニティノート無双第20弾を紹介していくので、続けてみてください。アフリカンハブ。ブラックサムライインジャパン。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。偽の画像です。日本は1639年から1854年3月31日までの215年間、世界に対して鎖国をしていたため、黒人の侍や武家は存在しませんでした。鎖国時代に日本と貿易できたのは中国とオランダだけだった。ゲンモジさん。オリンピック開会式にかけた費用一覧。閲覧したユーザーが背景情報を追加しました。東京オリンピックの165億円は開会式のみではなく、閉会式とパラリンピックの開会式と閉会式も含めての予算であったことに留意が必要です。ラジオゼノア。なぜ私たちの子供たちはこのキャラクターの睾丸を見なければならなかったのでしょうか？閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。この写真では睾丸がはみ出ているように見えますが、さらに写真や動画を見ると、実際にはパンストに穴が開いていたか、裂けていたことがはっきりとわかります。名古屋グルメ帝王、パズらせよ、玉割りの達人。夏はこれで決まり。鶏ささみ霜降り定食。閲覧したユーザーが背景情報を追加しました。生の鶏肉や鶏レバーには、ガンピロバクター菌が高い確率 67.4% で付着しており、数百個程度の少ない量の菌を摂取することにより発症します。さらに鶏肉は内部にまで菌が入り込むため、霜降り、湯引きしたものや、叩き、表面を焼いたものでは、内部の菌が生き残り、感染する恐れがあります。カンピロバクター菌に感染すると、腹痛、下痢などを引き起こす感染性腸炎を発症する恐れがあるほか、合併症として、ギラン・バレー症候群を発症する恐れもあります。加熱が不十分な鶏料理を勧める内容の投稿は、投稿を見た方の健康を損なう可能性があることに注意が必要です。宮田、この年収はどう思いますか？閲覧したユーザーが、この動画に背景情報を追加しました。多くの事実誤認が含まれ、信憑性が担保されません。以下に2例を示します。アメリカの国会議員の平均年収は 17.4 万ドルです。150円、ドルで計算すると2610万円です。これに歳費が平均して1億円ほどつきます。イギリスのサラリーマン平均年収はフルタイム週ポンド689であり、これは190円、ポンドで計算すると年収680万円です。松丸誠、元足立区議会議員。もう頭に来た。すごく頭に来た。バリゴリン、女子ボクシング66キロ級に、生物学的男、トランス女が出場し、イタリアの女性選手が試合開始後わずか1分で試合棄権。アンフェアすぎる。この事実を見て、トランスジェンダーのわがままを理解しろというのか。こんな横暴を絶対に許してはならない。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。今ネケリフ選手はトランス女性ではありません。昨年度の失格は遺伝子検査で男性ホルモン値が高かったためですが、小分化疾患やアンドロゲン過剰症の可能性があります。ひろゆき。元男性が女子オリンピックボクシングに参加。元男性の余裕勝ち。金玉取った男性は、金玉取った男性です。女性ではないです。トランスジェンダーは、トランスジェンダーであって、女性ではない。女性の大会に元男性を参加させるのは、女性の機会を奪う。
閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。元のポストのノートにもある通り、今ねテリフ選手はトランスジェンダーではなく、小文化疾患 PSD により女性の身体的特徴を持ちながらも、性染色体が XY である生まれながらの女性です。今ね選手が該当すると思われるアンドロゲン不応症について知識の共有が必要です。XY 染色体を持つ DSD の人が身体的優位性を持つことは他のスポーツでも認識されており、トランスジェンダーとは別で議論が必要ですが、誤った情報をもとに彼女を非難するポストには問題があります。ひろゆき。性染色体 XY で女性器と睾丸を持つ男性が女子オリンピックに出場。女性選手に余裕勝ち。他の女性選手より競争上の優位があることで IBA 女子世界ボクシング選手権失格になったのにオリンピックに出場。女性の大会に染色体 XY で女性器と金玉がある男性が参加するのは女性の機会を奪うに訂正します。福島瑞穂参議院議員社民党党首。再稼働阻止ネットワークで経済産業省と交渉。処理汚染水の費用に国と東電はいくら支出をしているのかという質問。東電の建設費が460億円、モニタリングが20億円、その他が75億円で、主に広報費であると聞きました。処理汚染水の広報費に75億円近くも払っているのは大問題です。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。以下に理由を挙げる通り、処理汚染水という言葉は全く不適切な風評加害というべきものであり、このような発言への対策として広報費が発生しています。WHO のトリチウムの飲料水基準は2リットル、日を1年間飲み続けて 0.1 ミリシーベルト、年の線量となるよう計算されています。アルプス処理水の海洋放出では、その7分の1未満に海水を加え調整します。なお、2ミリシーベルト、年の放射線被曝で遺伝子が受ける損傷の頻度は、日常の紫外線等による損傷の頻度の100万分の1以下です。以上から、仮にアルプス処理水の放射線による健康影響は完全に無視できるレベルとなることがわかります。宮本のりこ。トリチウムが摂取され、有機物に取り込まれると、有機結合型トリチウム、OBT として濃縮されます。重金属は毒性が強いものが多く、それらは微量であっても繰り返し摂取すると危険なんですよ。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。トリチウムは、重金属どころか金属ですらありません。ひろゆき。ふわちゃん、発達障害ということでいいんじゃないの？診断基準。他人との関係や社会生活のルール、公共の場でのマナー等にふさわしくない行動をする不適応行動を頻発。障害年金の不適応行動の例。周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為。恐怖や不安は与えたでしょ。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。発達障害の診断は、投稿者が言及しているような、社会的に問題のある行動の有無のみでは行われません。また、診断に生育歴の聞き取りが必要で、成人となってからの行動では診断できない場合があります。発達障害の定義や代表的発達障害の症状、診断については、下記のリンク先のサイトをご参照ください。鎌田玲美、令和新選組支持。拡散希望。警察は国会議員でさえこんなにも簡単に細い手足をひっつかんで連れていくのか。沖縄でこんなことが行われてるという不条理に震えます。戦争を止めるために戦ってくださってありがとうございます。この動画、もっとみんなに見てもらうべき。1、2、3、はい。はい、立ってください。立ちましょう。はい。立てないですか？移動してきます。頑張らないで、頑張らないで。ご視聴ありがとうございました。
権利があるので、学生してるので、どういう規制の権限があるの？法的根拠言ってくださいよ。規制の根拠って、根拠。皆さん大変お疲れ様です。令和新選組の総会議員しております、大石あきこです。私も一緒に、基地を止める、戦争を止めるという戦いに、最先頭で、戦っていきたいと思います。皆さんありがとうございます。閲覧したユーザーが背景情報を追加しました。国会会期内であろうと違法行為が現認されれば現行犯として逮捕されます。議員の不逮捕特権は適用されません。国会法第33条、各議員の議員は院外における現行犯罪の場合を除いては会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。役に立ちましたか？最近のひろゆき氏、結構コミュニティノートに被弾している感じがするよね。もしかしてひろゆき氏、コミュニティノートに目をつけられていたりして。とにかく X のコミュニティノート、これからもいい仕事をしてデマや誤情報をルフする人たちを退治してくださいね。よろしくお願いいたします。